俺の母方の執事は沖縄の離島。母も幼少期をその島で過ごした。成長して父と結婚した母は沖縄本島に移住したが、俺が子供の頃は毎年夏休みを久米島で過ごすがお決まりだった。俺が四年生になった年からは、俺と妹が 父母より先に島に島渡った。釣り海水浴親戚の家での宴会もちろん島での生活は楽しいただそれが毎日続くとさすがに飽きる釣りとかで自分で気晴らしのできる俺はまだしも釣りに連れて行くのを禁じられていた妹は 何かの表紙にぐずることが多くなって本当に困った。そんなある日のこと、俺は年の近い親戚の子から面白い情報を仕入れた。祖母の家にある集落から少し山側に入ったところにパイナップル畑がたくさんある。畑の外れには 傷ついて売り物にならないパイナップルが捨ててあって、その山の中に大きなカブトムシやクワガタがいるという。でもなぁ、ほんと朝早いぞ。明るくなるとすぐにいなくなるから。朝早くって何時だよ。うーん。 俺たちはラジオ体操の前に行くな。ラジオ体操って、6時半だろじゃあ、6時頃着けば間に合うかな。明日の朝行こう。初めてだと危ないし。その子は得意そうに笑った。翌朝、6時少し前にセットした目覚ましで目を覚ました俺は、寝ぼけマナコの妹を起こし、 六時五分には祖母の家を出た祖母はいつも通りすでに出かけた後だったからいろいろ聞かれることもない待ち合わせ場所は集落の外れバス停の前だ車もほとんど通らない道路を渡り山側に続く道に入る妹もすっかり目を覚まして 元気に歩いていた。やがて、パイナップル畑。いいか、すぐに手を伸ばしちゃダメだぞ。えじゃあどうするのこうするんだ運動靴のかかとで、捨てられたパイナップルの山を勢いよく蹴った。 バシッと、湿った音の後に、甘ったるいジャムみたいな匂い。こんなところに虫が集まって、それを食べる鳥も集まる。そんでたまに鳥を狙ってハブがいる。まあ、今日は大丈夫だな。上の空で、俺はその子の声を聞いていた。 だって、蹴り飛ばしたパイナップルの影に見えていたんだ。大きなカブトムシ。赤茶色のノコギリクワガタ。その他にも色々。デパートで売っているのを見たことしかなかったのに、それが目の前に。俺と妹は、夢中になってカブトムシやクワガタを捕まえた。 上機嫌で祖母の家に帰った時お前、ラジオ体操に行かなかったんだね。早起きしたのにどこに行ってたまさか、この子も連れて釣りに。見たこともない祖母の厳しい表情。違うよ。これ、友達と一緒に。 虫かごのカブトムシとクワガタを見せるパイナップル畑に行ったんだねうんだからまだあの子を連れて水場に行っちゃダメだと言ったろあんなにでも水場はその時思い出した確かに。 パイナップル畑に続く道に沿って小さな川が流れていた小さな橋がかかっていたけれどその先がどこに行く道なのかは知らないでも川があるなんて俺妹を釣りに連れて行ったらダメなのはまだ小さいから万が一の事故で溺れたらいけないってことで まさかあんな小さな浅い川のことなんてパイナップル畑の少し前に橋があったろううんあったそれは古い小さな木造の橋だったと思う橋の近くで 何か変な音は聞こえなかったか。いや、何も。水の流れる音だけで。そう。でも、これからは気をつけるんだよ。何に気をつけるのもしかして、ハブより怖いものが。 今日大丈夫だったんだからでも年には年をだ早起きして興奮したから疲れたのか妹は畳の上で寝息を立てている祖母は遠い目をした祖母の夫は病気で早死にしたから 祖母や母たちは随分苦労したらしいのだけど、その前は山沿いの斜面に広い棚田を持っていたのだと聞いた。ここからが祖母から聞いた昔話だ。あのパイナップル畑はもともとみんな田んぼだったんだよ。休みの日は自分も手伝いに行ったさ。 遊ぶ暇ななんてなかったそれであれはお盆の少し前だったかね背筋が冷えるでも今更やめてとは言えないそう小学校も休みでいつも通り朝早くおにぎりを持って 田んぼの手伝いに行ったんだそれであの橋のそばを通った時変な水音が聞こえた変な水音そう誰かが川の中で水遊びをしているんだと思ったよ それで赤茶色のかすりの着物を着た姿が見えた小さな子供くらいの背丈でそんな朝早い時間に小さな子供が川で遊んでたの祖母は小さく首を横に振った 今からもう六十年近くも前の話だから今とは村の様子が違う村の人たちはみんな顔見知りだし顔を見ればどこの子かわかる親戚の子が遊びに来たとしてもその話はすぐに島中に広がるしでも どうしても顔が見えないんだよ。着物の柄ははっきり見えるし川の中で遊ぶ水音も聞こえるのにどこの子かわからなかったそれでどうしたのもっと遠いのかと思った。 近づけば見えるかと橋を渡れば川に下りる道があるそれが悪かったんだろうね次に気がついた時は家の布団に寝かされていたよいつまでも手伝いに来ないのをいぶか知った父親が探しに来て 川の中に倒れているのを見つけたと聞かされたそれは一体何だったのきじむなって知ってるかい話は聞いたことがある。 お前はキジムナーに呼ばれて遊んだ。たまたま一人だったから。今回は間に合ったけど、もう変な水音を聞いても川の方を見てはいけない。ユタにきつく言われたよ。おかげで少し朝の手伝いは楽になったけどね。 それからキジムナを見たことはない一度もオカルトに興味があった俺は思わず祖母に問いかけたじゃあキジムナと遊んだ時のこと何か覚えてる祖母はまた 遠い目をした。なんだか楽しかった気がするよ。でも、まずい。これはやばいやつだ。オカルト的に一緒に行こうって言われたから、ダメって。やっぱり。 そうか。